お疲れ様です。FX オリガルヒの皆様、そして速稼塾限定動画をご覧の皆様にも一部ご覧いただいていることだと思います。今回の見通しなんですけども、第11週になりますね。日付で言うと3月の11日から3月の15日でございます。ちなみに3月11日は例の311ですんでね、それなりに喪に服していきたいというところでございます。そして、この11週目なんですけども、いきなり月曜日はですね、GDP から始まりますね。この赤いところ見てください。ここかなり強烈に動くと思いますんで、日本の景気は悪くなる一方ということでね、日経平均株価は史上初の4万円台超えということで、歓喜している部分がありましたけども、これはね、やばい4万円超えなんですよ。というのが、相対的に日本の円の価値がぐんぐん下がってましてね、ついに1ドルが150円前後っていうのが安定してきてしまいましたね。どういうことかっていうと、これはね、1ドル100円時代よりも5割安になってるってことなんですよ。で、これだけ安いわけですから、世界中からバーゲンセールだってことでね、買いまくられてるわけですよね。日本が買われてるわけですから、で、日本人は日本の株って買うお金ないですからね。どんどんこの日本っていう国そのものが外国の勢力下に入ってしまったというね、これは武力による戦争以上に怖い経済の戦争にね、もう日本がついに負けているんではないかなというところでございますね。もうやばいですね。そういったことも織り込みながら、 FX でお金を稼げば、そのやばい国の中でもオリガルヒとしてね、黄金を築くことができますので、絶対に FX を攻略していきましょう。というよりもね、この FX しかもうないと思いますよ。最短、最速でお金を稼ぐ方法は。ですんで、迷い苦しんでる時もあると思いますけども、絶対に手放さない方がいいと思います。で、火曜日なんですけども、月曜日はこれだけですね。ここを収まったら、もう月曜日から仕掛けていきましょうってことになります。で、火曜日なんですけども、火曜日のね、朝はそれほど大きなニュースはありません。それからアメリカの方は夜入ってきます。 CPI と、コア CPI がね、ドカンときますんで、ここでも大きく動きますね。ということでね、月曜日の朝の材料、こちらの方が終わったら、月火と同じテクニカルのマーケットは続きますけども、火曜日の夜にはまた壊れていくよってことになります。そして水曜日ですけども、水曜日はね、アメリカ、日本とも材料がちょっとね、おとなしめであります。これしかないです。だから水曜日は非常にテクニカル的にやりやすい水曜日になると思いますよ。稼いでくださいね。で、木曜日も同じです。木曜日も水木と継続してテクニカルに適したマーケットが来ると。で、夜なんですけども、アメリカのこれが来ますね。これはね、結構動きますよ。2月の小売売上高ね。ですから、月火水木っていう感じで、続くと思います。で、金曜日は金曜日単体で、そうですね、単体であるかなっていうところですね。難易度がそれほど高いってわけではないですけども、この1週間通じてみると、星が3つつくのが金曜日かなと。で、星2つが月火と水木っていうグループになります。11週をね、3つのグループに分けて考えることになると思います。以上です。